ズアイドルデイズ。いやあ、施設のキエスクだよ。アイドルデイズ第2章入っていきますね。さて、前回のパートはですね、いきなりエッチな感じのね体勢でパンツを見えました。こんなゲームです皆さん。ちょっとエッチなのが苦手な人には向かないゲームでしたね。けどね、ストーリーが結構温かい話が見えてきそうな気がするんよな。頑張る女の子を支えてあげる主人公みたいな構図が見えてきそうな気がするけん、話自体は温かいと思うよ。だからそういうのに期待してもらえればなと思います。この動画を見てくださる人は、やっていくわ。椿がうちの事務所へとやってきてから数日が過ぎた。思った以上に、事務職としての才能を有していた彼女は、すでに俺の教育なんてなくても一人前に仕事をこなせている大型新人や。数日でこれは大型新人じゃな。暴力沙汰がなかったらちゃんとやれとった感じのやつなんやな。ただ少しだけ気になっていることがあった。なんだ？どうも椿はアイドル事務所で働きながらもアイドルという職業自体にはいい感情を抱いてないようだった。ああ、俺が勧誘した時も強い口調で拒絶していたからな。何か理由があるのだろうとは思っていたが、さすがに聞き出すようなことはできなかった。デリケートな問題やけんな。せっかく一緒に働いてるんだし、アイドルにも興味を持ってほしいんだけど。とは言っても無理強いするわけにはいかない。でもアイドルの事務職やけんさ、アイドルのために頑張らんかったらこの先長いこと続けていけなさそうな気はするんやけどな。そのうちさ、アイドルのマネージャーとかもやるんかな。アイドルの育成とかそういうこと考えたら、やっぱアイドルに興味持ってもらった方がより一層な感じはするんやけどな。悪い子ではないということはすでに分かっていても、暴力的で喧嘩っ早いのは事実だ。またうかつに余計なことを口にして、あの強烈なボディーブローを食らったから今度こそ死んでしまうかもしれないしな警戒してるな、ボディーブローをボクサーの道があるからな、この子には。ここでダメでもボクサーの道がありそうやな。やめよう、このことを考えるのは不毛すぎる。そう判断して俺は夕食を買うために自宅の扉を開いた。今日の夕飯はコンビニのおにぎりと惣菜か。いつものことといえばいつものことだが、最後に家庭の料理を食べたのはいつのことだっただろうか一人暮らしあるある一人暮らしを始めてからというもの、ほとんど外食やコンビニ飯で済ませているからな。自炊ってのはほんまに時間がある人の特権やけんな。時間とやる気がある人か。みんなができるわけじゃない。仕事はともかく、こういった日常生活の中で寂しさや虚しさを覚えることはあった。彼女でもできればもう少し生活に彩りができるのかもしれないが、絶対前振りや、これ絶対前振りや。そういう華やかな生活もうすぐできますっていう感じの人の言い方や、これ。仕事が忙しくてそれどころじゃないもんな。夜の秋葉原を歩きながらそんなことをつぶやいていると、助けてくれ。路地裏の方向から若い男性の悲鳴が耳に飛び込んできた。男性か、黒田愛だったら女性だろう。で、その女性を助けてありがとうございますってさ、なんかなんやかんやあって同性生活することになりましたみたいなことになるんじゃないのそこ女性であってほしかったな。なんで男性の声なんだよ。なんだ、よほど切羽詰まっているんだろうか。明らかに尋常な様子ではなかった。面倒ごとに巻き込まれるのはごめんだが、車は放っておくわけにもいかない。意を決した俺は、買ったばかりのコンビ金袋を放り投げて、路地裏へと駆け出していた。あれなんか、えらい思っとったと違うものを持っていた。
俺思っとったわ、男性がさ、他の不良にボコられとって、それにちょっと正義感の目覚めた、この子が割って入って助けるみたいな展開を考える。なんかどっちが悪かわからん！どっちが悪かわからんぞ、お前、それは。どっちが悪い奴かわからんような構図やめてえな、お前。もう許してくれーって言おう方が不良なんやな。許す？誰に対して言ってんだよ。あんたが謝る相手は別にいるだろう。ああ、一応誰かを助けに入ってこういう感じになったんだよな。駆けつけた先で繰り広げられる予想外の光景に俺は絶句してしまう。椿が男性の首元を締め付けながら鋭い視線で睨みつけているのではないか。しかも男性のそばには殴られたような跡がある。かなり痛めつけられているようだ。ちょ、椿、お前何やってんだよ。見てわかるだろ？クソ野郎にお灸を据えてやってるんだいよ。や、パッと見りゃお前の方が悪役みたいに見えるんだよ。クソ野郎ってどういうことだと聞き返そうとして俺はハッとする。椿の背後に人気メイドカフェのメイド椅子を着た少女の姿があったのだ。ああ、なるほど。なんかナンパで絡まれとうところを助けよう感じかな。椿に隠れように怯えた表情を浮かべている少女の衣装は乱れていて、何が行われようとしていたのか容易に理解できた。ああ、なるほど。女の敵みたいな感じなんやな。まずか、彼がこの子に乱暴を？未遂で済んだけどね。私が通りかからなかったらどうなってたか。なるほどな。椿に締め付けられながら男は何とか逃げ出そうと身をよじっている。それでも微動だにしないあたり、椿の腕力は相当なものだ。あ、ほんまに 格闘家への道があるぞ君。往生際の悪いよ。女の子を乱暴しようとしておいて逃げようだなんてさ。これに懲りたら二度とこんなくだらないことするんじゃないよ。椿は冷たくそう言い放ってからふと俺を見た。ねえ、あんた、ちょっと警察呼んでくれない？一応私がボコボコにしてはいるけど、しかるべきところで罰は受けるべきでしょ。確かにそれはもっともだ。慌ててスマホを取り出し、俺は警察に連絡をする。それから警察がこの路地裏に駆けつけてくるまでの間、椿は男を逃さないように拘束し続けていた。なるほどね。なんで私が取り調べを受けなきゃなんないのよ。ワイドバイオレンスなことになってたからね。取り押さえるためとはいえ暴力振るってたからね。最寄りの警察署で行われた取り調べから、俺と椿が解放されたのは深夜3時を回った頃のことだった。めっちゃ拘束されてるやん。 腹減っとって飯食う買いに来たのにさ、いつの間にかそんな深夜3時とかいう、今食ったら絶対太るだろう的な時間まで拘束されとったんじゃ。取り調べ時間かかりすぎじゃないですかね。カツ丼頼んでくれた？カツ丼頼んでくれんかったらバリに合わんで。仕方ないだろ。正当防衛にしてはやりすぎだって判断されたんだ。正確には第三者の権利を守る場合は緊急救助というらしい。メイドカフェで働いていてるいう被害者の女性の証言と、路地裏に設置された監視カメラの映像でそれ自体は認められた。ただ、いかに、緊急救助とはいえ、やりすぎてしまえば注意はされるし、場合によっては罪に問われることだってある。過剰防衛ってやつやな。実際、今回はかなりギリギリだった。危うく椿が捕まってしまうところだったからだから そんなにやったー。 気持ちはわかるけど、節操ないね。人助けもいいけど、ほどほどにしとけよ。わかってる。あんたがいろいろフォローしてくれたおかげで助かったよ。君一人やって、一人にしとったらちょっと何かやらかすかわからんな。悪いことではないけど、何やらかすかわからんタイプのやつやな、お前。 そりゃ、後輩を留置場送りにしたんてしたくないしな。取り調べで話を聞いている限り、彼女がこうして警察のお世話になるのは一度や二度ではないらしい。そうか。
過去に幾度となく暴行、傷害で補導されたり、任意同行の対象になった経歴があり、警察内でも名前が知られていた。やんちゃしてんな、お前。ちなみに、それらのほとんどの案件で、椿側に非が認められることはなかったようだ。あ、一応、正義のためというかさ、人のために動いた結果ってことだよな。今回と同じく、誰かを助けようとした結果であるらしく、彼女を苦々しく思いはすれど、悪く言うような警察官は誰もいなかった。あんたはさ、なんであの時路地裏に走ってきたわけ？お前が痛めつけよった相手の悲鳴を聞いてないよな。ん？ああ、男の人の悲鳴が聞こえたから助けないとって思っただけだよ。もっとも、その男の方が加害者だとは想像すらしていなかったわけだが、そうやな。どうしてこういう時に男性の声が聞こえてくるんかなって思ったわ。普通女性の悲鳴だったらちょっとわかるんやけどさ、男性の方が悲鳴上げとうからな。ちょっと見直しちゃったよ。勇気あるんだね。微笑とともにそんなことを言われて、俺は少し動揺した。そんな顔で見られたらな。椿がこれほど素直に自分の気持ちを表に出したことは、ここ数日でなかったことだ。彼女を見せた年相応な笑みに、胸の奥を捕まえたような感覚を覚え、それを振り払うように俺は肩をすくめた。ていうか、椿はなんであんな時間に出られてたんだ。話題を切り替えようとしてそんなことを聞いてみる。別に遅い時間に出歩いてはいけないという決まりがあるわけでもないので、ただの世間話でしかないはずだったのだが、椿は深刻な面持ちでうつむいてしまう。何を言おうとしておうかちょっとなんとなくわかる感はあるんやだな。椿？追い出されたんだよ。住んでたアパート行くとこがなくてブラブラしてた。そんな感じだよな。俺もそんな感じだと思っとった。何らかの理由で家に帰れないみたいな感じで、あったんじゃないかなって。だってこのゲームさ、公式サイトも乗っとるんやけどさ、この椿というヒロインと共同生活をするみたいな感じの内容やもんな。だったらこの椿ちゃん住むところなくなってうちに来るよねみたいなこと考えとったんやけど、こういう感じなんやな。は？なんでそんなことになってんだよ。隣に住んでるやつが毎晩毎晩大音量でヘビメタ流しててさ、他の人たちが迷惑してたし、ちょっとぶん殴ってやる。お前暴力で解決しようとして自分家まずい立場に追い込んどるじゃないかお前。いつもいつも、また暴力沙汰か。まあ、人間暴力で解決しようとしたらなんか代償を払わされるようなもんなんやな。そういうもんなんやな、この世界って。だがそれだけで追い出されるようなことがあるだろうか。どんだけやったんや。もちろん問題にはなるだろうけど、聞いている感じだと相手にも非がないわけではなさそうだ。その殴ったやつっていうのが大家の息子だったみたいでさ。ああ、すぐに荷物をまとめて出て行けって言われちゃって。権力か。権力にはどうにもならんわ。理不尽やけどそれが社会ってもんなんよな。相手の方が悪いんやけど相手の方が権力高かったっていう感じやな。大家も大家やな。息子だったら息子に注意すればいいのにさ。それができてなかったからこういうことが起きるのにさ。理不尽な社会。ああ、なるほど。思わず納得してしまったから、俺は大きくため息を落とした。こんな調子で暴力行為を繰り返しているということか。椿のおじいさんが心配して職を、なんて読むんだ。あっせんかな？するわけだ。なあ、椿。荷物はどこに置いてるんだ？行くあてもないし、あんたと会った公園にまとめて置いてるけど。ザ・ホームレスやないか。まあ、間違ってないけど、ザ・ホームレスにあたるやないか。私を癒してくれるのは猫だけって。やばい、椿ちゃんがなんかアイドルとしてデビューしたら、ファーストシングルの曲名がさ、この曲名になるかもしれない。私を癒してくれるのは公園の猫だけ。ややな、そんなアイドル嫌やな。それじゃあまるっきりホームレスじゃないか。喧嘩に強い椿でもホームレス生活なんてしていたら何が起こるかわからない。
放っておくことなんかできるはずもなく、俺は彼女にこう提案した。そりゃ上に決まっとるじゃないですか。そういうエッチエッチな共同生活をねするためにこのゲームやってますからね。でもセーブはしたいな。セーブでなんか決定ボタン押しちゃった。セーブボタンかと思って押したものが決定ボタンだった。ふざけんな。なんで L ボタンが、なんで L ボタンが決定ボタンなんじゃこのゲーム。おかしいだろ。セーブボタンこの辺りあるんじゃん。ZL だった。セーブボタン ZL だった。騙された。セーブした後でこの選択肢別のやつ見てみようかなと思っとったのに。俺ん家に来るか。公園とか寝カフェで寝たり回りするよりはマシだろ。うん、俺の中でもできるだけイケボな声なんだけど、全然イケボに聞こえてないと思う。明らかに警戒する様子を見せた椿に、俺は自分の失敗を自覚した。いや、正当なことよ。そりゃさ、ちょっと、そう言ってしまうわ。これじゃあ、女の子の弱みにつけ込もうとしている変態児みたいじゃないか。上司だよ。俺上司だよ。そういう下心ないんですけど、ないってわからんから上司やで。いや、別に変な意味じゃないぞ。ただ単に俺は純粋な善意でだな。うわ、信用されてないな。まあ、確かに、パンツに顔うずむくめる事件があったもんな、パート1で。不可抗力だったよ。そうやって不可抗力だったよ。短く答えてから、椿は自分のスマホを取り出して、どこかに電話をかけ始める。椿?ちょっと黙っといて。友達に止めてもらえないか、連絡してみるから。ああ、でもそれでもいいんか。冷静に隠れてたら友達に止めてもらえばいいんじゃん。でも大丈夫か?友達って言われても数日ぐらいならまだわかるけどさ、ずっとってわけにはいかんぞ。ってなると結局うちに転がり込むんじゃないのか?すごい嫌な言い方してる。そういう椿の言葉尻には、俺に対する軽蔑の色が明確でする。さっきまでは見直したと言っていてくれたのに、この表現っぷりはかなりここに刺さるものがあるぞ。もっとも、デリカシーのかけらもない発言をした俺の自業自得でしかないんだけどな。全滅って。つばきちゃん。君、もしかして友達おらんの?私が友達と思ってた子、実はそんなに友達じゃなかった説。悲しすぎるな。誰か3日ぐらい止めてくれればええのにっていう子おらんの?どういうこと?お前何人声かけたん?それからしばらくして、椿は絶望をにじませた声を発した。どうやら何件も連絡をしてみたようだが、都合の相手が見つからなかったらしい。え?はぶられてる?すごいかわいそうに見えてきた。大丈夫か?大丈夫そうに見える。もう結婚してる子もいるから仕方ないとは思うけど。あ、そういうこともあるんやな。そういう感じもあるんやな。結婚してる子もいるからってそんな歳なんじゃ。椿ちゃんいくつなんだろうな。公式サイトに年齢とか載ってなかったと思うけどな。でも仕事の経験が何個かあるってことを考えたら、まあ二十歳は超えてるよな絶対。いくつなんだろうな。もう結婚してる人がおるってことは20代中盤ぐらいは一等だろうな。そうつぶやく彼女はどこか寂しげだった。同性の友達から拒絶されてしまったように感じてしまったのかもしれない。もちろん相手にそんな意図があったわけではないだろう。連絡をした友達にも仕事や家庭があるのだから、友達を最優先にできるわけじゃない。そう落ち込むなよ。みんな悪気があったわけじゃないやろしさ。な?俺の家、まあ来ればいいじゃないのか?分かってるよ、そんなこと。気丈に振る舞ってはいるが、珍しく動揺しているようだった。頼りにしていた友達から断られ、いよいよ行くところがなくなってしまったというところだろうか。な、
ビジネスホテルに泊まるとか無理なのか？無理。そこまでお金ないから。わかりやすい理由だった。そりゃ手持ちがあるなら最初にホテルに泊まるっていうか選択肢が出てくるような。だったらお金は俺が立て替えてやる。それでなんとかなるだろ。そこまで迷惑かけるわけにはいかないよ。こっちは自分でなんとかするから。でもその当てがさっき外れたばっかりじゃないか。かわいいよな、この困っとる顔もかわいいよな、この子。会話の件は心配しなくていいからさ。就職して全く遊びに行けてなかったから貯金はあるんだよ。そう言ってスマホで近場のビジネスホテルを検索しようとする。しかし椿が俺の腕をぐっと引っ張ったことで俺の視点はスマホから彼女の方へと向いた。あれ、大胆っすね。大胆スリートなのか。なんだよ。やめてよ、全部私のせいなんだから。意地張るなよ、困ってるんだから遠慮せずに頼るって。俺がそう言うと椿はうつむいてしまう。俺また何か彼女を逆なでするようなこと言ったかな。分かった。何が分かったんだ。ん、言ってみ。あんたさっき家に泊めてくれるって言ったよね。そうさせてもらうことにし、はい、最初からそういうべきでしたね。はい、最初からそういうべきでしたね。そういう運命は決まってるんですよね、このゲーム。多分選択肢とか、どれ選んでも結局この展開になるでしょう、みたいな感じなんだろう。そういう感じだと思ってました。これは運命ですからね、椿ちゃん。うちの家に来るっていう運命は変えられませんからね。さらに言うならば、君がアイドルにならないっていう運命はないからね。君はいつかアイドルになるからな。君が、好き好んでじゃなくてもアイドルになるからな、お前。その運命は変えられんからな、このゲームをやってるうちは。ん？さっきまで穴に嫌がっていたのに、どういう風の吹き回しだろうか。金の貸し借りはなし。それがフェアでしょ。それに、あんたはなんとなく信用できる気がするから。いや、信用できなかったから最初断ったんじゃないの。なあ、どこからその信用できたん。そんな変な理由で信用とかしよったら、この後誰かに騙されるで。騙されて、結局、なんか結末的には、エッチなお店で働かないと生きていけないような感じになってしまうで。そんな立場になってしまうで。なるほど。そう言ってもらえるのは光栄だ。となれば、その信頼を裏切らないように立ち振る舞う必要がありそうだな。無理だ。ただでさえ同じ屋根の下女の子と二人暮らしなのに、パート1であんなラッキースケベが起きたんだ。絶対俺またラッキースケベの二つや三つ起こるわ。無理だ。その時ビンタされるなり、ボディーブロー食らわされるなりでせ、俺のライフはゼロよみたいな感じになるかもしれん。もうやめて、俺のライフはゼロよって。もしかしたらゲームオーバー、ユーアーデッドみたいな、バイオハザードみたいな文字出てくるかもしれんからな。そんなゲームだったっけこれ。裏切ったら多分殴られるだけじゃ済まないだろうし、俺塀の中揺れるかもしれんな。椿には見えないように小さく苦笑を浮かべて、俺は彼女を自身のアパートへと案内することにした。まあ普通のアパートやな、そんなに広くもないわけで。椿を居候させることになった俺は、何よりもまず家の中を整理整頓するところから始めた。一人暮らしの男の家だ。当然女性に見られては困るのようなものもある。なんだい、なんだい、お前もしかしてベッドの下にエロ本とか置いてるタイプの人間か。何冊あるんだ。200冊さあるのか。性欲まみれだな、もう。数十分ほど椿を家の外に待たせていたことは申し訳なかったが、これは客人を招き入れるための必要な儀式のようなものだ。気にしなくたっていいの。気にするんです。てか気にするでしょ、あんただって。エロ本が200冊も部屋にある男性の中、部屋なんか入ったら絶対気にするだろう、お前。
わ、めっちゃ漫画ある。わあ、デスノートかの、デスノートの矢神ライトとかだったらさ、辞書のカバーの中にエロボンドが固めて入れとるんだろうな。ああ、表紙で騙されダメなこと言うんだろうな。ようやく家の敷居をまたいだ椿は呆れたようにそう言うが、気にしないわけがない。そもそも俺は女性を家の自分の家に招待するのはこれが初めてのことなのだ。これくらいの見栄は張らせてくれてもいいだろ。そっちが風呂で、その横がトイレ。台所は狭いけど、まあ何か食べたかったら自由に使ってくれていいよ。ありがとう。早速で悪いんだけど、シャワー借りていい？うん。あの乱暴男をぶん殴った帰り血が手に入って帰り血、お前ぶ、ほんまにお前ぶん殴っただけか。お前ぶん殴っただけで帰り血なんか飛ぶことある？話そんなにブシャーって出たん？お前お前ほんまにぶん殴っただけか。なメリケンサックとか使った？そんな普段持ち歩かんようなもん持ち歩きよったか？殴っただけでブー帰り血でつくもんなん？なあ、物騒な発言をやめてくれよ。帰り血浴びるなんて、普通生活したらまず遭遇しないシチュエーションだぞ。そうだろうな。どんな殴り方したんだろうな。もちろん断る理由もないので、椿にバスタオルを持たせて浴室に案内して扉を閉める。しばらくするとゴゾゴゾという布すれの音が聞こえてきて、俺の緊張は一気に高まった。やばいな、画面真っ暗でこの音聞かされたらさ、もう想像しかしない、妄想しかしないわお前。考えないようにしていたが、このままこっそり浴室を覗けば椿の生まれたままの姿を視界に収めることができるわけだ。そんなことをしないけどな。選択肢出して、選択肢出して、覗く覗かないの選択肢出して、プレイヤーにセルフで決めさせてもいいんじゃないの。絶対俺だったら覗く選んでしまうけど。覗いた瞬間、あの強烈なボディーフローが俺の腹をえぐることになるだろう。死ぬ前に女の裸を見るんだったらそれも幸福な気がするわ。やけん選んでしまうかもしれんわ。そんなリスクを負いたくはなかったし、何よりも彼女は俺を信用してついてきてくれてるのだ。その信頼を裏切るわけにはいかないと、横島な妄想を振り払う。疲れた？でも大丈夫。多分この後その疲れが吹っ飛ぶようなエッチな光景が見ることができると思うから。だってさ、ヒロインがシャワー浴びてもいいって入っていってさ、何もないまま出てくるわけないでしょ、このゲームが。俺にはわかるぞ。この後、スカイが吹っ飛ぶようなエッチなシーンが出てくるぞ、みんな。早く酔い込みになりたいけど、ベッドは椿に貸さないといけない。さすがに女の子を床で寝かせるような真似はできないしな。確か使い道がなくてクローゼットに押し込んでいた敷布団が1枚あったはずだ。そう思い立ってクローゼットを確認し布団を敷く。約束物だからかなりペラペラだが、横になる分には支障がない。あー、布団の感触は気持ちいい。体を布団に投げ出して今日という日をぼんやりと振り返ってみる。夕方までは普通に過ごしていたはずなのに、夜は過去に例がないほどハードだった。あまりにも濃密なその数時間はきっと俺の中で一生忘れられないものになるだろう。解放されたが深夜3時やけん、今深夜4時とかやもんな。今次の日仕事だったらすごいほんまに休む時間ない状態やな。明日椿が住む家のことを考えよう。今日はもう無理だ。疲労の限界に来た肉体が睡眠へと俺の意識を誘う。心地よい眠気に俺が敗北をキスするまでにそう時間はかからなかった。あれ、エッチなイベントは？うわぁ、うわぁじゃないんだ。エッチなイベントは、エッチなイベントは、なんつうか
キャーって叫んで、なんだって入ってみたらぶん殴られる。そんな感じのイベントはないの？ないのか。はぁ、携帯電話の目覚ましアラームで、俺は勢いよく目が覚めた。警察での事情聴取なんて初めてだったからな。これまでに感じたことのない疲れで熟睡していたようだ。部屋の中をぐるりと見渡してみても、椿の姿はどこにもない。朝飯でも買いに行ったのか？だとしたら、交通王だと、俺は、わー夢中でつぶやく。昨日、風呂にも入らずに、そのまま寝てしまったせいで、体中が汗臭く感じる。まだ、頭もぼーっとしているし、朝シャンでもして、気分をさっぱりさせておくとしよう。あ、そうか、ここか、ここのタイミングか。みんな来るぞ、来るぞ、来るぞ、キャー来るとは分かっていたけどさ、こんないきなりガシャってさ、いきなり出てくるもんなんやな。え、脱衣所のドアを開けて、俺の目の前に飛び込んできたのが、着替えをしている最中の椿の姿。下着や素肌からやらがチラチラと見え隠れしており、なんだか妙な色気が。ではない。ちょ、なんで、まさか昨日からずっとシャワー浴びてたのか。そうだよ、お前シャワー浴びて俺が寝て起きてみてシャワー浴びたらまたここにおるっていう。お昨日の晩風呂入ったよりまた朝入るんか、お前って話じゃん。そんなわけないだろ、朝のシャワーを借りてただけだって。お前割と静香ちゃんみたいな感じか。お前静香ちゃんみたいに風呂は毎日3回ぐらい入らんかったら気が済まんタイプか、お前。強烈なビンタを左方に受けて、俺の体は簡単に吹き飛ばされてしまった。ビンタで声ですよ、皆さん。やばい。バンと扉を思いっきり閉める音を聞きながら、ゆっくりと体を起こし、お、体、俺はうめく。やばい。この子スマブラに参戦したらドンキーみたいなパワーファイターだろうな。ラブコメにとかにラッキースケベという言葉があるが、全然ラッキーじゃないぞ、これは。いや、視聴者的には身の保養でしたよ、皆さん。ねえ。しばらくして着替えを済ませた椿が脱衣所から出てくる。なんだか不満そうな表情をしているが、不満なのはこっちだぞ。ああ、着替えを見ちゃったのは俺のお仕事だ、ごめん。でもお前も悪いからな。なんでお前昨日の晩入ってのにまた朝入るんや。女の子ってそんなもんなん。でもあれは不可抗力だぞ。いきなり暴力に訴えるのはどうかとは思うんだけどな。そうだぞそうだぞ、そういうところを直さんかったら今後の人生うまいこといかんぞ、お前。ごめん、ついカッとなっちゃって。なあ、反省しそうだったらいいけどさ、直す癖つけた方がいいぞ。それがあるからこそお前職を転々してるんだぞ、お前。恋じゃないということは椿も理解しているようだった。だからこそこうして暴力に対する謝罪の言葉が出てくるのだろう。とはいえ、裸を見られたという事実に対するネガティブな感情自体は隠せていない。あれは事故、ただの事故だから、お互いに忘れる、それでいいね。確認されるまでもなく、あれは紛れもなく事故だ。忘れろと言われて素直に椿のきめ細やかな素肌を記憶から除外することができるかは怪しいものがあったが、そんなことを言おうものなら今度こそ首が折れるほどのビンタを見守れるに近いほどない。格闘技をやれ。お前そんなことができるんだったらほんまに格闘技をやれ。さっきは左頬だったから今度は右頬だろうか。いや、想像するのはやめておこう。均等に受けるな、お前。左右均等にシンメトリーに受けるな、お前。わかった。忘れるよ。これで今回の件は終わりにしよう。そうしてくれると助かるよ。あんたには申し訳ないことをしちゃったけどね。それと、ベッドを貸してくれてありがとう。素直なんやけどな。いかんせん暴力に走るけんさ、そこで損しとるところあるよな。ホワイトを吠えんだ彼女に俺は少し目を丸くする。
これまでにも笑った椿を見る機会はあったが、こんなに柔らかい表情は初めてなのだろう、なんだろうか。彼女がトップアイドルになれるほどの美少女であるということを再認識して、俺は緊張に胸が高鳴るのを自覚した。どうしたのさ、急に黙っちゃって。あ、いやさ、ちょっと今頭の中で絶対さっきの下着シーンサムネにしようかなと思っとったけど、どうやって示すサムネにすればさ、あ、 YouTube のバン食らわずに済むかなって思って今考えよったよな。どうにか下着姿をサムネにしたいなと思うよな。タイトル的にさ、男女二人がやり直したり暮らし始めたらこうなるよね的なサムタイトルにしてさ、それで視聴者釣ろうかなと思って今考えよった。いや、なんでもない。でもそんなことを多分椿ちゃんに言ったらまたボディーブロー食らわされると思うんだ。やばいな、この動画アップしておくと椿ちゃんにバレたら俺どんな目に遭うだろうな。それよりさっきのビンタもそうだったけど、椿ってかなり喧嘩とか強いみたいだな。警察で事情聴取を受ける羽目になった昨日の夜、椿は暴漢を軽々と叩きのめしていた。家を追い出されたという件もそうだ。夜になっても騒がしくしていた隣人の男をボコボコにしたことが原因だった。もちろん暴力に訴えることは問題だが、どこでそんな強さが身につけたのかという純粋な興味が湧いてくる。確かに昔なんかやんちゃやいよったんかな。なんか習ってたのか、武術とかさ。あ、そうじゃ、そりゃ椿ちゃんあれやな、総帥の娘やけん、孫か、孫やけんさ、なんかそういう格闘技とか習わせとるみたいな感じのことあるかもしれんな。そうだね、少しの間剣道なら習ってたかな。剣だろ、でもそれは剣だろ、なんで拳強いのって話やもんな。奇妙な格好した人が師範代でね、女の人だったんだけど、とんでもなく強くてさ。でもさあ、椿曰く西洋の甲冑のような衣装を普段着にしていた女性の師範代だったという。いや、それ知っとる、俺その人知っとる。その西洋の甲冑のような衣装を普段着にしていた女性知っとる。それ、あれ、クックロデイズのカトリアっていうヒロインの 女の人じゃないやん。ああ知っとる。俺実況動画には出してたけどさ、クックロデイズもちょっとやったことがあってさ、このゲームの制作してるキュリエイトっていうキュリエイトさんのさ、この過去作なんやけどさ、クックロデイズっていうゲームがあるんやけどさ、そういえばストーリーでさ、道場のね、教官みたいなのをやったみたいな話あったな。世界観繋がっとるやん。過去作と、マジか。俺ならそんな怪しい人がいる道場に通いたいとは思わないけどな。師範代が道場を辞めちまってからは通わなくなったけど、あそこで学んだことがダメになったと思う。なるほど、つまり今の時系列的にはクッコロデーズの数年後ってことなんだよ、これこのゲーム。話めっちゃ繋がっとるんやけど、剣道ね、椿の場合素手で相手を叩き伸ばしてる気がするけど。武器が手元にある状況なんて限られてるんだから。だからって拳が強いという理由にはならんでしょう。何かを守るためには武器がなくても戦えるだけの強さってのが絶対に必要なんだよ。必要だからって手に入った君はすごいね。必要だからって手に入らないことって割とあるんだよ。それが手に入ってる君はすごいね。その強さどこから分けてもらったんだお前、何かに覚醒したんか。通しよく顔をしながら、どうかの無人のようなことを言い出した椿に、俺は明け取られた。わ、これも、クッコーデイズ、カトリアの影響を受けとんかな。あれ、カトリアって名前であっとったっけ、今更やけど。何かを守るために強さが必要だというのはわかるが、そういうシチュエーションはそうそうないぞ。あとは、やっぱり実戦かな。高校の時は毎日喧嘩三昧だったし、夜道で襲撃されるとかもザラだったから、ね。そんなザラはいらないよ。ま、全員返り討ちにしたけど。何でその漫画みたいな展開。そんなんザラって言わないで。今度は不良漫画の主人公のようなことを言い出したな。このご時世に毎日喧嘩三昧だったなんて、どれだけ荒れた高校生活だ。
なんでそんなに喧嘩ばっかりしてるんだよ。それじゃあ親御さんとか心配するんじゃないか。椿は不意に顔を曇らせて、そう吐き捨てるようにつぶやく。ああでもこの辺りがさ、両親じゃなくておじいさん祖父に頼るきっかけになっとんかもしれんな。なんか両親とうまくいってないんだな。そんな中祖父はちょっと自分のことを気にかけてくれとるみたいな、そんな感じのあれなんか。どうやら彼女にとって両親の話は禁句らしいな。過去に何かあったのだろうか。こういうもさ、後々出てくるんだろうな、第4章第5章あたりで。いじめとかカツアゲとかやってる連中を片っ端から潰してたんだよ。そしたら私が狙われるようになってたってだけ。いい行いをしよったのになって感じか。なるほどと納得してしまったから、俺はふと疑問に思っていたことを聞いてみる。なあちょっと聞いてもいいか。前の職場を解雇になった理由なんだけど。それを聞く。あんた本当にデリカシーないね。ごめんなさい。あ、いや言いたくなければ別にいいんだけど。まあいいか、別に隠して得するもんでもないしね。肩をすくめてから彼女は吐き捨てるように語り始めた。前職の上司ってのが本当にクズでさ、妻子持ちのくせに若い部下の女の子に手を出してたんだよ。うん。しかも上司って立場を使って強引にさ。実際に被害に遭った子も何人かいて、それがどうしても我慢できなかった。ああ毎度毎度椿さ、誰か弱い立場の人を助けるために拳を振るって自分がひどい目に遭ったような感じなんやな。それで暴力だったか。後悔はしてないよ。ぶっ飛ばされて当然のクソ野郎だったんだから。暴力に訴えたことはともかく筋は通っている。椿は根っからの悪人ではないし、そんな彼女が暴力沙汰ばかり起こしている理由がよくわからなかった。だが昨夜の件を振り返り、そして今回の話を聞いて確信を得る。彼女は自分が正しいと思ったことをやっているに過ぎないのだ。少しだけ方法が鍵だったのは問題だけどな。さっき不良漫画の主人公のようだと思ったが、おそらくそれが一番的を射ているのだろう。そこを不良なところはあっても、彼女の精神はとても純粋でまっすぐだ。正義なき力が無力であると同時に、力なき正義もまた無力なのですよってことだな。何それ。まだ何かの漫画の引用かな。有名アドベンチャー漫画の名言。なんだろうな、これは知らんな俺。興味があるならそこの本棚に置いてあるか読んでみていいぞ。私はパス。てかあんたってもしかしてオタク？前にも漫画のセリフ言ってなかったっけ。そういうところ好きよ。こんなの一般教養の範疇だろ。知らない方がおかしいレベルだぞ。知らない、ごめん、それに関しては知らんかったわ。アドベンチャー漫画、何のアドベンチャー漫画かな。その発言がもうトゲのある言葉とは裏腹に、椿は笑みを浮かべていた。一緒に警察で事情聴取を受けたおかげで、少しだけ距離感が縮まったのかもしれない。もちろん、ただ俺がそう感じているだけかもしれないけどな。なんだこれ。なんかすごい気になるシーンが出てきた。なんでこんなとこに来たのっていうことは裏腹に、今回はここまでとさせていただこう。セーブだー。はい、第3章入った。あれ、もしかしてこれ第3章の入りスタートかな。だいたいパート1つで第1章をクリアするようなペースになるような気がする。よっしゃ、ではまあ今回はこの辺で終わりとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。ちょっとエッチなところもあるんですけど、話としては面白いと思うんですよ、このゲーム。なので、また、次回も見てくださったらありがたいと思います。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。というわけで皆さん、週明け